も小雪です。どうもタです。そしてはいはい、前回に引き続き広報長にも来てもらってます。ありがとうございます。はい、前回ね、公約の作品ができたんですけど、はい、まさかの1日で終わらなかったということで、ギリに1日かかって私らが1個できたと。はい、で僕の方はね、はみ出しましてね、そうなんですよ、後日ってことになりまして、今日は改めてまーす。はい、ということで、今日僕のやつを作っていくんですけど、どんな感じでしょう、どれくらいでできますかね。まあ、半日ぐらいで半日だったらいいですか。デザインがしっかりしてるんでやったぜじゃあ、今日も張り切って、はい、ヨーローこのフィギュアのシリーズはそのキャラによって支柱の位置が違うんですよ。なんでこれは例えばここだったら次はこうかもしれないっていうので、均一の感覚じゃないって、これもう矢印を実は目印をつけるんですよ。3ミリですね。3ミリの穴を16箇所に開けてやれば OK。 はい、すごい。おお、浮いてる感出る。浮いてますね。次ゾロなんで。どうどう。すごい。次がシャンですか。すごい。これ台座分だけちょっとみんなが繋がってる感が出るから。おお、確かに。はい。え、多くないですか。そうなんですよ。点が。そうなんです。こっち16個、こっち16個で、はい、合計で、はい、32。そう、32なんですよ。はい、なんで32かって言ったら、はい、今回ね、20周年をまあ祝うこのヒストリービールの中でどうしても入れたかったキャラが別にあるんですよ。はい、まずカルー。カルー、このカルーね、偶然にも横向きで走ってるんですよ。確かに。だからこのヒストリービールにこう並べても違和感ないかなと思って、おお、一回ちょっと選びました。はい、まあ、ちょっとそこアバウトでも大丈夫ですよ。ひょっこりか、はい、これは。なんか美味しそうっすね。ウェハース感出すんじゃない。そうそうそう、パフェとかに乗ってるでしょこれ。両サイドと真ん中で、さらに真ん中真ん中で5本ぐらい打てば問題ないんで。すごいっすね。おーい、ひな壇っぽくなってきたね。全体に線を引いていく。うい、いやちょっと読み切れちゃったんですよね。最悪やね。けこれで立てた瞬間バラバラになったらめっちゃおもろいっすよ。はぁーみたいな。じゃあ立てますよ。うわー、ひななが立った。最後おお、すごい。よいしょ。ダイヤ。とりあえず組み立てはできたので、この後塗装していきます。はい。あ、それは。え、ゴムが手袋。いよいよこの完成したワーコレ棚に、オイルステイン。オイルステイン。はい。しかもブラック。ブラックを塗りたくっていきます。おお、3分の1が入ってる。おお、気持ちいい。え、すごっ。めっちゃ気持ちいいやん。というわけで終わりました。
どうですか。はい、素晴らしくいい出来だと思います。やりました。もうイメージ通りできた。そうですね。でもそれは工房長 のアドバイスのおかげなので、はい、もしこういう棚作りに興味がある方で自分で作りにくいけども何かアドバイスをもらっても自分でやってみたいっていう方はぜひこの中原工房に問い合わせてください。はい、楽しいですよ、はい、楽しいですよ、楽しいですよ。はい、はい、じゃあね、次今回作ったこれと私が作った20をスタジオでデビューします。はい、まあ、というわけで次回もお楽しみに。それでは See you。 ご視聴ありがとうございました。動画